くんじゃねえ。やめてください。キュッ。ん、青い髪だし格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない、やめろ。あ、気のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、ほ、本当ですか。そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じ
さんじゃないんですか？え？ランチは俺だ。いえ。でも青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら早く地図を出しやがれ。そのこれで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっととうせやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？アンニャロー修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。ランチさんは見つかったんですけど、どこ？え？ランチさんならさっき帰ってきたぞ。え？でも、あら？今呼びました？え？あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして。私、ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで。性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところでもう一人の いえ。でも人を探すって言ってたからまさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくてとりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？
久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べていくといい。は、はい。おい、ブルマさんのところにも行っておきたいけど、少し遅くなっちゃったかな。あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか。宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。に行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。
もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな。